恩菊ではないか。人がおるところへ出てくるとは珍しい。旦那様、やはり美濃へ参るのは容易ではありませぬ。玉移しに使う黒蜜の太刀、村政で代わりはできませんか。相模の黒蜜は腕は村政に遠く及ばず作刀も少ない。故にあまり世に知られておらぬが、実は特異な力を持つ。その刀身には地獄に由来する魔性の力を帯びているのだ。地獄の獄卒らは亡者を切り刻んでは生き返らせ、休みなく繰り返し攻め子を与えるのが仕事。黒蜜はその獄卒が持つ喝殺自在の大なたを地獄より持ち出して刀に打ち直したのだと言われておる。黒蜜の生家近く鎌倉あたりであれば、他にも作刀が埋もれておる山と探し回ってみたが。お主ら、ようも無事でこの山奥まで来れたものよの。ここまで化け物には襲われなんだか。俺ら山に入るときに、そこの娘に高い魔除けのお札を売りつけられて持ってるんだ。聞いてもらうには困る。だけどこの先、何人も旅人を食ったすごい奴が出るって噂じゃねえか。いや、怖いわけじゃねえんだがよ。おや、娘さんも後先考えず来ちまって立ち往生かい。こりゃ死ねた。いや、こっちの話だ、何でもねえ。女だけの旅や心細い。安心しなせ、オイラがついてら。怖かったらギュッと抱きついてくれて構わねえよ。年頃の娘の身でこの寒いのに足をむき出してどこへ行く。この先には雪入道の類がいて危ないぞよ。こっちもそいつを退治しようと来たはいいが、お札が尽きたので山を降りるところじゃ。お主らもそうせ。人くさい、人くさいぞ。しかも若い娘の匂いだ。山を越えようとする者は踏みつぶして食ろうてやるぞ。